石坂音、四郎の墓石坂音四郎12月9日から1917年4月21日は、日本の法学者。京都帝国大学法科大学教授、東京帝国大学法科大学教授を歴任。熊本県上増樹郡上島村出身。1902年に、東京帝国大学法科大学独法科を主席で、卒業。 同年京都帝国大学講師、1903年女教授となり、3年間民法研究のためドイツ・フランスへ留学。帰国後の1907年に教授となり、臨時台湾休館調査委員にも就任。1908年法学博士。1915年7月には東京帝国大学教授に転身したが、1917年に逝去。 去年41、万年齢で39歳。ドイツ民法草案の大きな影響を受けた、法典刑事後のドイツ民法学説の影響を受けた、民法解釈学を発展させた、いわゆる学説刑事期の代表的人物。大学卒業後15年間の研究生活、研究成果を公表し得る期間も10年足らずの短い期間であったが、ドイツ流儀の聖地。 綿密な法解釈を展開、精力的な執筆活動により、同僚の岡松三太郎と共に、兄弟民法学の前世紀を創出。財産法解釈論の完成者の一人、日本民法学におけるナンバーワンの巨匠とも評されている。明治、大正期の裁判実務に大きな影響を与え、その著作はしばしば大審院の判決理由中に引用されるほどであったが、 死後影響力は衰え、以後ライバルであった、鳩山秀夫の学説が支配的になる。石坂の学説は、三権分立の原則から客観的な法文解釈の枠組みを維持し、厳密な論理操作によって結論を導くべきとして、ジェニー、サレイユラの自由法論を退りけながらも、一方で法の社会性を強調して、概念法学を批判、修正したものであった。 石坂は、法律は起草者個人の著作物ではなく、人民の一般意思を表現せるものなりとの立場に立ち、法解釈は法律そのものの意義を明らかにして、当該時代の当該社会における価値判断をも盛り込んで結論を導くことが必須で、あるとして立法時当初の立法者意思、起草者個人の学説の彫刻を解き、法律の解釈はもっぱら、文献学的方法によるべきとするサビニーや、 フランス中釈学派などが主張する立法者施設に対する法律医施設を確立。客観的な法律の条文に現れない理由書、議事録などのいわゆる立法資料から民法解釈学を解放したのである。石坂に対してはその主張にもかかわらず、ドイツ概念法学の典型であるとか、立法資料特にフランス民法や起草者の個人的見解を重視する立場から、 本来の立法趣旨を損ねたなどとする批判があるが、起草者は、石坂同様立法資料の法的拘束性を否定し、日本民法の解釈においても、フランス民法学的解釈ではなく、条文の文言を土台としてしかも体系的な論理解釈を駆使するというドイツ民、法学的方法によるべきものとしている。また、石坂自身もドイツ、フランス、イタリアなどの処分権を、 幅広く参照し、多角的な比較法研究を裏付けとしつつも、末広伊豆太郎らに先駆けて、日本法学の独立を説いており、外国法は、その参考資料に留まると主張していたことに、留意すべきであると指摘されている。また、後の末広らと異なり、判例はあったかも一個の学説のように見て、もっぱら学理的にその頭皮を論ずる。 という石坂の判例批評の手法についての批判も強いが、いける法としての判例研究という手法自体が当時のヨーロッパ法学会に確立されておらず、したがって判例研究の先駆け的な存在であった梅健次郎自身が石坂同様の方法論に寄っていたことに注意が必要である。当時は判例実務と学説学理との連携によって、 法文の分離のみにとらわれる初期の裁判事実務からの脱却が図られていた時代でもあった。主張として、日本民法再建、民法研究、ありがとうございます。